1976年の上、長和駅と周囲約500メートル範囲。左下が、伊達門別方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上長和駅は、かつて、北海道伊達市城長和町に設置されていた、日本国有鉄道胆振リ線の駅である。胆振リ線の廃線に伴い、 1986年11月1日に廃駅となった。所在地名より。もともと同地は上潮流の名で、駅名も同名であったが、1959年4月に潮流と同時にあざらが変更され、同年10月に潮流駅とともに駅名が解消された。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の西側に存在した。点鉄機を持たない、防線駅となっていた。無人駅となっており、駅舎はないがホーム出入り口付近に、プレハブ建築の待合所を有した。伊達門別駅と当駅の間の線路跡は、伊達門別駅構内を出た付近から約4キロメートルに、渡り、サイクリングロードとして整備された。その終点近くに当駅跡がある。 1997年時点では草にうず漏れて、ホームと木の柵、駅前にあった白樺の木が残存していた。その後本物のホームは撤去され、2010年時点では、サイクリングロードの上長は休憩所という公園に整備され、石造りの模擬ホームが設置された。また、1997年時点では、伊達門別方の伊達温泉付近の、 サイクリングロード沿いに 2km のキロポストが残存しており、2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。